はい、こんにちは、ノクさん。今回ね、ライフコンシェルジェっていうね、ビジネススキーム、こちらの方の先行会員予約が終わりまして、募集が終わりまして、10月からの一般販売を待つということで、まあ、いわゆる会社的には仕込みが終わって、利益を取る側の人が、もう人数がいっぱいになりましたよと。そして10月からは、マーケットに対してそのサービスを打ち出していって、今度はね、本格的にマーケットから売り上げをどんどんね、吸い込んでいって、それを先行会員でこう分配するっていう、まあビジネスのね、本当に、しっかりとした仕組みだと思います。全てのビジネスっていうのはそんな感じで、ビジネスを提供する側、いわゆる仕掛ける側の人が、まあ、集まっていって一定のパフォーマンスを出すと。そしてマーケットにその商品やサービスを打ち出すことによって、あとはまあ運次第っていうところもありますけども、やっぱりね、マーケットがどう反応するかですよね。で、これは今回のビジネス、ノクさんのビジネスに限らないんですけども、仕込みの時期っていうのがやっぱり数年かかったりするんですよね。で、マーケットに打ち出す時期とのタイムラグがあった時に、やっぱり世の中のこの動きっていうのがガラッと変わってしまうと、思いもよらない事態っていうのが起きるわけなんですよ。だからこれがリスクヘッジってやつですよね。そのリスクヘッジの中の一つに、商品の在庫ってものを抱えちゃうと、これはニッチもサッチもいかないんですよね。その在庫を吐かすこともできないし、維持しててもお金がかかるみたいな感じでね、非常に頭が痛いことになってしまって、破綻ってことになりますけども、まあ現在はですね、そのサービスの提供っていう風な在庫を持たない、まあ人間のね、潜在能力とかで、今回のサービスってのは相談ごと Q&A っていうものがサービスの主な商品だと思うんですよね。で、そうなると最大限までリスクが削減されていって、あとね、世の中が困れば困るほどニーズがあるっていうところもありますよね。世の中で困った人が出た時にどうなるかっていうと、自分では解決できない問題を解決してくれそうな人に相談するってことがあります。その相談業務を行うのが、このコンシェルジュサービスの、まあ、一つの魅力なんではないかなと思いますんで、おそらくね、これからね、ものすごく困ったことってたくさん起きると思うんですよ。もちろんお金がないんでどうしましょうかみたいなね、単純な質問にどのぐらいまで答えてくれるかってことは、まあ限界があると思いますけども、まあ、私が考えるところね、まあ私がよくね、コンシェルジュサービスを使うのは、旅行のプランですよね。人数と予算と行き場所と、どういうふうに行ってどういうふうに帰るのか、そして目的は何なのかってことをいくらかお話しすると、そのプランに見合ったサービスをこうパッケージしてくれてね、この提案を飲んでくれますかとかね、どの商品を選びますかみたいな感じで、旅行プラン2泊3日とかだったらね、2泊3日で A ホテル、B ホテル、C ホテルみたいな感じで設定してくれたりとか、予算が A プラン、B プラン、C プランみたいな感じで作ってくれたりとかね、もう本当にね、単純なんですよ。時間がすごく削減されるというかね、効率がいいみたいな。で、サービスのレベルもいいし、私の場合はクレジットカードのプラチナサービスとかを使ってますんで、結局ね、その1グレードアップ2グレードアップもしてくれるんですよ。で、そういった意味で表には見えてない商品をやっぱりね、共有させてくれるってところで、非常にコンシェルジュサービスってのいいなと思ってますんで、それの多分ね、最高峰になるのが今回の提案なんじゃないかなと思いますよね。まあそこまでね、サービスのことを理解してて、お前はやってるのかって言ったら、私はちょっと参加してないってところがあってね、そこはね、ちょっとなんか、いろいろと思うところがあるんですけども、なんて言いますか、単純に言ってね、私、クレジットカードのコンシェルジュサービスで、今のところ十分なんですよね。で、もしかして、私のセンスが悪いのかもしれませんけども、このノクさんのおすすめするね、サービス、本当はすごく魅力的だなと思ったんですよ。魅力的だなと思ったんで、このサービスはちょっと使いたいなと私は思ったんですよね。でも使いたいという人がそれほどいるかなってところに、私はちょっとね、まだ何とも言えないところがあって、例えばクレジットカードのコンシェルジュサービス程度でも使ってない方がたくさんいる中でね、コンシェルジュサービスが個人に対してどのくらいのパフォーマンス出すのかなってところを見極めることが私はちょっとできなかったんで、今のところ動けなかったんですけども、少なくとも私は消費者としてね、このコンシェルジュサービスを受けてる側として、消費者としてもしかしたらノクさんの提供してくれる、提案してくれている、このコンシェルジュっていうのを受ける可能性はあるなと思ってますね。ちょっと今のところね、私もね、アクションを全然起こしてないんで、普段の暮らしの中で。クレジットカードレベルのコンシェルジュも、もう使わなくなっちゃったんですよね、もう2年間ぐらい。なんか経済活動、我が家では本当になくなっちゃって、毎日トレードしてるだけみたいな感じでね、何なんだろうみたいな。で、ちょっとね、インターネットで検索すると、
車が欲しくなるんで車をちょっとずつ買ってってるんですけども、どうしようかなってところですね。本当になんか自分の暮らしの足元がいまいち固まってないような感じですね。まあ今お金を使ってるのは子供に対してだけかなっていうふうに思いますけども、これからねノクさんのコンシェルジュサービスどのようになってるのか、その中で見守らせていただこうかなと思います。まあでも本当ノクさんはねセンスがいいなと思いますね。さらにその資産が十分あってもやっぱりねチャンスには最大限こうそれを生かすために行動するってところがさすがだと思います。多くの方にはやっぱりできないことだと思いますんでね、これからもノクさんの活動そしてコンシェルジュサービス見守って生かしてもらいます。どうも連絡ありがとうございました。